今 SD カードにデータをコピーしようとしてたんですが、本日の日付は2023年5月3日、このように画面が一回真っ白になって、サイバー攻撃を受けて、こういうふうに最初からの画面にさせられて、データを SD カードに証拠として、提出できなく、されています。これが現実で、電波で聞こえてきてる音声に関しては、やっぱりやめとくわとかいうような音声が聞こえてきてるんです。ちょっと待ってくださいね。一応データ入ってますね。だから異常にこのコピーに関しても時間がかかったりしてるんですけども、ちょっと入りきらないからこれを出しとこうかな。だからこうやって撮影して証拠を握らなかったら、ずっとサイバー攻撃で嫌がらせをしてきていた。これが現実です。裁判妨害です、確実に。AI の社会は無理ですね。